ヤマハ FZ250 フェーザーは、ヤマハ発動機が1985年に発売した、水冷 DOHC4 バルブ直列4気筒4、ストローク 250cc のエンジンを搭載した、オートバイ。サブネームは、フェイザーバイクブーム真っ只中の1980年代、中盤、維持が比較的容易で、また扱いやすいサイズの 250cc クラスにも、 4気筒モデルが求められる状況となった。最初に、それに応えたのは鈴木であり、GS250FW で市販発の 250cc 水冷4気筒 DOHC にバルブエンジンを実現した。次に、ヤマハが FZ250 フェーザーで1気筒あたり4バルブを実現、レブリミット 17000rpm に届く超高回転エンジンの威力を見せつけた。 ハイブリッドシェイプカウルの流麗なデザインと 16000rpm の高回転エンジンで業界の話題をさらった。特筆すべきはやはりそのエンジンでシリンダーブロックを45度に前傾させ電磁ポンプとダウンドラフトキャブレターを採用し一般市販車としては初めて 16000rpm の回転数を可能とし4ストローク 250cc クラスとして 初めて 45PS の出力を得た。このエンジンは、同じヤマハの FZ750 と共に、英語で、創世期を意味する、ジェネシスエンジンと、アナウンスされた、高回転型エンジンの元祖である。高回転で発する独特のエンジン音は、しばしば、Z エンジンに例えられた。発売当時は、4ストバン RZ と言われ、また、テストコースでは、 RZ250 を追い回すほどなどと、検伝されたが、実際は2ストロークエンジンを搭載した、RZ250 ほどのスパルタンなものではなく、その小ぶりな車体とフットワークの素晴らしさから、同社の SRX250、川崎 CS250 と共に所有者に、女性ライダーが多かった。1986年にリアブレーキをドラムからディスクへ変更し、 マフラーの紹介量、カラーリングの変更を行った後期型が発売された。1987年には、レプリカブームの到来とともに、FZR250 へとモデルチェンジして、様変わりした。ヤマハは1985年フェーザーの発売に、伴い、スゴサーキットにおいて、SP、F クラスを新設した。これは4サイクルエンジン 250cc 以下の、 カテゴリーのみのエントリーで入賞上位はすべて FZ250 フェーザーで占められていたが、1986年に入り各メーカーが4スト4気筒エンジンアルミフレーム17インチハイグリップタイヤを投入、フェーザーは後陣を喫することとなり、ヤマハは後継の FZR250 を発売することとなった。そのため、 フェーザーは1985年3月から1986年11月までしか生産されなかった短命の機種である。しかし、その近未来的フォルムやジェットサウンドエンジン、回転数7000から8000回転にある谷を境に激変するエンジン性能などにより現在でも少数のマニアが存在する。また、フェーザーのジェットサウンドは正確にはフェーザーの初期型のみで、 小雪型 P99, ありがとうございます。